陸上自衛隊のオスプレイは人員の輸送と離着陸訓練のため今月21日から23日にかけ札幌市の丘珠駐屯地や帯広駐屯地、旭川駐屯地に1機が飛来する予定です。陸上自衛隊のオスプレイが北海道に飛来するのは初めてで、道は防衛省に対し安全管理を徹底するよう緊急要請しました。不安を感じている道民の皆様も多いということがありますので、不安解消に向けて適切に対応していきたいというふうに考えています。防衛省はオスプレイの運用にあたって安全確保が最優先であり万全を尽くすとコメントしています。